兵庫県姫路市に住むベトナム国籍のグエン・テイ・トウム被告は今年3回にわたり検査証明書のない犬の肉合計およそ60キロを密輸した罪に問われています大阪地方裁判所で始まった裁判でグエン被告は起訴内容を認めベトナム人は犬の肉が好きで自分で食べたいと思ったし技能実習生に販売してお金を稼ぐために密輸した 見つかっても募集されるだけで罪になるとは思わなかった今は反省していると述べました一方検察は販売目的の計画的な密輸で募集された時に警告されていたのに再三にわたり密輸した刑事責任は重大で悪質だと指摘しグエン被告に懲役1年6ヶ月を求刑しました